真剣ゼミ小学講座は、ベネッセコーポレーションが展開する、真剣ゼミの小学生向け通信教育。なお、本項目では、チャレンジと表記する。1980年に、真剣ゼミ小学講座が開校。通信教育業界の売り上げ1位となり、会員数が増えてきた。通称、チャレンジ、年生。毎月、教材として、ドリルだけでなく、 付録が届くのも特徴。有料オプションドリル、国語算数発展ワーク、漢字計算繰り返しドリルも販売している。この他にも、小学算定に4年生を対象とした、自然、文化、社会、科学技術の4テーマを扱った、知的好奇心を引き出す、科学組、小学校低学年向けの、考える力、プラス講座、小学4から6年生を対象とした、 作文、表現力講座などがある。問題過剰文は学年、教科の遺憾を問わず、開始以来一貫して、でしょう。ましょう、に統一されている。テキストにすべて取り組みその月の後半に、赤ペン先生の問題と呼ばれる添削サービスがある。赤ペン先生と呼ばれる素人の教師が採点する。内容は、かつては理科と社会もあったが、現在は、 どの学年も国語と算数だけである。夏休みなどは理科と社会もある。提出目標費は月末であるが、あくまでも目標のため、いつ提出しても採点可能である。提出すると、毎月、頑張り、シールと呼ばれる努力賞をもらうために必要なシールが1教科あたり8枚もらえる。特別キャンペーンの時には増やされる場合もある。また、 5.6年になると、頑張り、シールが努力賞ポイントへ移行する。実力診断テストと呼ばれる実力テストを年に3回、8月号、12月号、3月号で実施する。実力診断テストがある月は赤ペン先生の問題はない。問題冊子に書かれているテストに取り組み、答えの番号をマークシートに塗りつぶし提出するというもの。 現在はインターネットからの提出もできるようにもなっている。ただし、マークシートを塗る際、テストの答えが間違っていても訂正してはいけないというわけではない。教科は3年生の12月号からは4教科。また、5.6年生では英語もある。およそ半月後、テストの結果と1年生、4年生は頑張りシール。5.6年生は努力賞ポイントと、 個別復習ドリルという会員のテストの結果に合わせたドリルが届く。2014年4月から専用タブレット端末を使用したオンライン学習システムチャレンジタッチを小学1から5年生を対象にサービスを開始し、2015年4月に対象を小学6年生に拡大し、全学年で利用できるようになった。毎月の赤ペン先生の問題はないが、 年3回の実力テストと作文などを中心にした特性の赤ペン先生の問題が年3回付属する。2017年度にタブレット端末が新型に変更された。なお、解約後は Android タブレットとして使用可能である。ロムは Google のアプリなどが取り除かれており、使うのには適していない。真剣ゼミ小学講座には、 有料で申し込めるオプションドリルが用意されている。一部の書店でも販売されている。幼少期は、新ちゃん3号と呼ばれていたが、本人は嫌がっていた。4年生からは、上記のキャラクターに代わり、各学年のチャレンジ編集部員がキャラクターとして登場。当然ながら、新級ごとに交代する。基本的な構成は、以下の通り。各先生にはそれぞれ、モデルとなった。 ベネッセ社員が実在し、主に保護者向け冊子などで、その存在が確認できる。また、特別号では、本人の写真が掲載されることもある。チャレンジ4年生、チャレンジ5年生、チャレンジ6年生教科外担当ポコからブッチまでの4匹を、まとめて、ブッコマッチと呼んでいた。なお、各キャラクターには、ガールフレンドという設定の女の子キャラクターも、存在していた。 また、ブコマッチ及びケンイチ、シンコは、中学講座、高校講座にも登場していた。また、各学年の先生キャラクターも登場していた。1、2年生は、国語と算数の先生のみであったが、3年生からは、前述と同じような編集部員の構成となっていた。かつては、小学館の学年別学習雑誌に、入会申し込みはがき付け広告が掲載されていたが、 1998年に廃止された。最近では小学校入学準備シーズンにアニマックスやキッズステーションでアニメ CM を放送し受講者獲得のためのプロモーションを展開している。1993年4月から1996年3月にかけて不思議チャレンジというミニ講座をテレビ朝日系列で放映していた時期もあった。2015年夏に スクラップ主催の謎解きイベントであるリアル脱出ゲームとのコラボレーション探偵ズーノの挑戦状小学生謎解きにチャレンジが開催され予選は全国ごとしの遊園地を巡回する野外ツアー形式で実施され決勝はテレビ番組の収録となり2015年9月5日に TBS テレビにて同年9月20日に BSTBS で全国放送した コラショデビュー20周年を記念してアニメ映画化が決定し映画コラショの海底ワクワク大冒険のタイトルで画が配給により2019年2月1日に公開することが決定したコラショデビュー20周年を記念して劇場用アニメとして制作することが決定し映画コラショの海底ワクワク大冒険のタイトルで2019年2月1日に公開 ゲスト声優として、小島よしおが出演することが決定し、本作の応援サポーターとして就任した。前売り鑑賞券は上映館の窓口ではなく、ロッピー内のローチケにて、独占販売している。キャストレギュラーキャラクター映画オリジナルキャラクタースタッフ、主題歌映画コラショの海底ワクワク大冒険、に関するカテゴリー、ありがとうございます。